やはり元気元気スタート。よくなった。はい、行きましょう。はい、かっこいい。ちょっと距離ももうちょっと。いい笑顔。オッケーです。はい。顔の名前で。はい。オッケー。5W1 本番よーい、はい、マヨシが来ました。おはようございます。おはようございます。時間ギリギリですいません。あ、全然です。今日も一日よろしくお願いいたします。今日は世界泉の撮影で来ております。泉大津市、幸太郎くんキュンキュン。どうも一日よろしくお願いします。お願いします。泉大津、どんな町かと言いますと、はい、この商店街めっちゃ良くないですか。めっちゃいい。めっちゃいいですよ、ね、奥までずっと続いて無駄に一回歩いてきました。どんなもんがあるか。めっちゃいいのでぜひみんな来てください。あ、いやいや、今日は世界で撮影で、はい、撮影です。泉大津市来ております。来ております。協力していただいているあのレインボーさんでございます。めちゃくちゃ美味しいです。美味しいよね、本当に。さっきあのみんなで食べさせてもらったんですけど、ほんまに美味しかったです。美味しかったです、ほんまに。ぜひ、サイマネとカズさん、今からあの機材だけ出してください。はい、うん、今日は世界泉に撮影で、はい、リビトさん泉落としに来ていただきました、はい、ありがとうございます。今日は刑事役です。はい、和田刑事よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。何か最後ポーズお願いします。ポーズですか。はい、いや毎回ですけど、はい、ずー、順番に役者陣の方々がお名前と役者名と意気込みを、お名前と役名と意気込みをお願いします。アローペックスエンターテインメント所属、藤縄光平と申します。今作では栗山克也役兼チーフプロデューサーを務めます。よろしくお願いいたします。役者をやってますまゆです。貝原泉役を務めさせていただいてます。頑張ります。松浦小太郎です。今回は、米沢二郎役を務めさせていただきます。バンバンお願いします。はい、フリーで役者やってますやりびとです。アラペットさん、何回もお世話になってます。今回は和田圭司ということでお世話になります。よろしくお願いします。お願いします。はい、月猫チーム月猫所属の役者の木さらぎすいです。今作では水谷を演じさせていただきます。頑張りたいと思います。素晴らしい。AD の湯田平和葉です。よろしくお願いします。お願いします。制作チームのサイマネでございます。みんな愛してるぜ。本日監督させていただきます東です。皆様お怪我は、まあ、あんまない、あ、まああるか、ちょっとアクションシーンがあるので、うん、あの安全第一で、はい、でちょっと周りの方にご迷惑をおかけしますけども、まあでも全力でやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。そうですね、おとなしい筋はじゃあ、こっちに行ってますよ。そうです、これに繋いで行きます。 OK、 ありがとうございます。うわー、すごい。うわー、きれい。これは
なんとこれはなんとレインボーさんからレインボーさんからいただきました。やったー。では早速ちょっとめっちゃいい匂いする。まゆし食べてみてください。クレープ食べ慣れてない。これガブですか。あもう何でも何でも好きなように。いただきます。いただきます。いただきます。はい。どう？めっちゃ美味しいです。美味しいですか？よかった。元気だろ。いいね。いいね。めちゃくちゃいい。ソース元気だろ。待って、写真撮るの忘れて。食い差し。まゆしの写真タイムです。食べ差しタイムでございます。先生はなくて本当にありがとうございます。ありがとうございます。こんな話までいただいてね。もういただきます。ありがとうございます。おいしい。いただきます。すごい。いただきます。レインボーさん神神です。オレンジうまっ。キウイ。ちょっと一口ずつ。うまい。いただきます。でも今日気づいてくれ。カズさんがチョコレート食べた時勉強。今悪いから言ってくださいよ。50メートル先から。ありがとうございます。めっちゃうまい。めちゃめちゃうまい。あれ多分そこまでやってみてから。うまいです。美味しい。これは何かけてるの。いちごと練乳。いちごと練乳最高。チョコと練乳。チョコと練乳最高。美味しすぎて語彙力が。美味しそう。すいません。まだ食べてないですか。アイスは。うますぎ。幸せ幸せ。そんな幸せなお店の名前はダラララララパン。レインボー。イエーイ。CM が3つ作られてるもん。どうですか。桃にしたい。何食べてるんですか。桃です。桃のクレープを。ピーチです。ピーチ最高。あーん。美味しそう。最高です。ありがとうございます、レインボーさん。何を食べてますか。もう食べ終わっちゃいました。早い。もう食べ終わっちゃった。めっちゃ美味しかったです。何かかけました。何も。もう、あ、もうママ、もうそのままで素材を楽しむタイプなんで。素晴らしい。めっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。この後の発言も頑張ってください。はい、ありがとうございます。監督も食べ終わっちゃった。美味しくて。何のフリーズ。この後も撮影頑張りましょう。ね。はい。皆さん頑張りましょう。頑張ります。ありがとうございます。こんな最高のお店の名前は。レインボー。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。これはい。一緒にここに。ありがとうございました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 。公園でのラストシーン、無事撮影が終わりました。お疲れ様でした。そしてここでやりびとさん、いさらぎさん、岩下さん、こちらお三方前どうぞ。こちらお三方無事クランクアップです。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。じゃあ皆さん順番に。カサ君、よく頑張ってくれた。君のことを忘れないよ。ありがとうございました。
疲れ様です。なんかあいにくの雨だと思ってたけど、逆に雨が雰囲気を出していて、すごくやりやすくなったなと思います。残りの撮影も頑張ってください。完成楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい今日ハードな撮影だったんですけど、皆さんの演技がすごくとても良かったので、いい映画になればなと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます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 。本日、ここの私の世界に、Day 4か5の午後の部分ということで、皆さんよろしくお願いします。現在時刻が13時、ここから21時まで、こちら、泉大津駅の周辺のところをお借りいただきました。ありがとうございます。お願いします。はじめましての方もそうじゃない方もいると思いますが、時計回りで皆さん5秒以内で自己紹介してください。自分は伊藤。池畑雄介です。渡部拓司やってます。お願いします。お願いします。お願いします。栗山克也役、藤名康平です。お願いします。お願いします。岡田役、西村です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。駅前で騙される男やって平野健。お願いします。木村しずね役、岡田真奈美です。お願いします。橋本修也役、木崎義樹です。よろしくお願いします。最初に登場するのが平野さんで、岡田さん。はい。ということで、衣装を着替えるのが、はい。怖っ。渡辺二郎。急に飛びついてきたんですけど。早い。はい、ということで絶大な存在感を示していただきました駅前の、丸々男役平野さん、こちらでクランクアップです。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。こうシーンとしては短いんですけども、結構大事な最初のシーンになってくるところなんですけども、実際このなかなかね、人望を買う人って演じることも少ないと思うんですけど、はい、どうでしたか？いや、まあただただふざけてたら終わったっていう逆にそっちの方がいいぐらいですよね。いいふざけでした。いいふざけで。あとはまあやっぱ短い割にはめちゃくちゃ美味しい役をいただき、ありがとうございます。ありがとうございます。残りの撮影も頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様でした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 。はい、ということで、こちらのシーンで金子健太役の上坂瑠香君がクランクアップです。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。なんかね、本当にあの順番が真逆で、一番冒頭のシーンがクランクアップのシーンということになりましたけども、そんなライトセーバーを持っている瑠香氏、感想をお願いします。いや、なんか今までも何回か作品撮りさせていただいたんですけど、いつも以上にやっぱ気合も入ってたので、いいシーンが撮れたんではないかなと自負しております。これも世界住みが僕の成長とともに、映画祭で最優秀になることを僕はお祈りしております。ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ここが私の世界住み、橋本親子の、よしきくんとまさきさん。はい。クランクアップでーす。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。そうですね。まあ、青春派の修也と、そうじゃないお父さんと、対比の親子になるんですけども、はい、どうでしたか？まあ、よしきくんが順番にじゃあ、20秒ほどで、感想を。そうですね。すごい最後は複雑な過程になっちゃうと思うんですけど、強く胸張って生きていきます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。おめでとうございます。ありがとうございます。本当に東監督のおかげで新境地が開けたのかな。これが今後のまたね、幅を広げていけるきっかけになれればと思いますので、また違う役でもまた使っていただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。ご縁に本日は30日はい、ちょっとまあ結構疑問なシーンになってますね。頑張っていきましょう。怪我のないようにやっていきましょう。そして、はい、挨拶が
改札が残ってますが、元に置いてから7月に完成して8、9月ぐらいに社会開いていこうかな、はい、ということで本当に長々長々皆さん本当にお疲れ様でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。帰りお気をつけてお帰りください。よしきくんも車本当にありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ助かりました。ありがとうございました。ということで一本締めで終わります。おわい。ではここが私の世界住みの発展を祈願しまして、よーん、おめでとう。綺麗に入った。いや、ちょっと遅れました。あら。あとで解散。はい、お疲れ様です。実行委員会残ってください。ありがとうございます。おはようございます。現在1時57分ということで、また早いんですけども、頭からシーン Z のシーンを撮っているということで、自分体験を出してみたいと思います。はい、はい、ということで関西学びよーし、よー、はい、はじめまして、ういちゃんです。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、玉垣翔太です。よろしくお願いします。次郎です。本名、松浦小太郎です。違う。あ、米山で会ってましたよね。米山次郎役、松浦小太郎です。お願いします。よーい、はい、1、2、ちっちゃ。下がってる。米沢次郎役の松浦太郎です。いい的だ。お待たせいたしました。はい、いらっしゃいませ。はい、それでは皆さん揃いましたので、前半の撮影お疲れ様でございました。お疲れ様でした。お昼に入りたいと思います。イエーイ。それでは皆様、背筋を伸ばして、はい、手を合わせて、はい、いただきます。いただきます。はい、本日6月30日ここが私の世界住みの撮影、無事、今終了しました。お疲れ様でした。イエーイ。そして今順番に、渡辺役の池畑さん、はい、参りてください。はい、こちらに向かって、あ、ちょうど真ん中の方に行ってください。はい、渡辺達治役、はい、池原さん、はい、無事クランクアップ、お疲れ様でした。ご感想のほどよろしくお願いします。あ、そうですね、あの、助けていただきました、皆さん。多分僕は多分結構使いにくい部分多いと思うんですけど、それで文句言わず付き合ってくれたんで、ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。助かりました。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そして、そして、東区刑事、岡野、そして木村の、西村さんと岡田さん、前へ。お疲れ様でした。このお二人も無事クランクアップです。お疲れ様でした。はい、結構ね、ここのシーン、ザ・刑事ドラマみたいな雰囲気だったんですけども、そんな爪痕を残してくれたこのお二人、では西村さんから順番にご感想をお願いします。はい、先ほどラストカットを取り終えて息が上がってる状態でございます。あ、でもなんか本当になんかスピーディーになんか新鮮な絵が常に撮れてる感じの現場だったので、すごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。映像作品が初めてだったので本当に何もわからない状態だったんですけど、皆さん一から優しく教えていただいたのでたくさん勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。渡辺が経営するバーのお店で働くバーテンダー役の玉垣翔太君と上ちゃんさん、前へお願いします。やー、ありがとうござ
ました。僕のオープニングブティックランジャーです。よっしゃ、いや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 。ということで、お二人も、ご感想をお願いします。今日一日バーテンダー役としてここにいる皆様の演技をそばで見させていただいたんですけど、やっぱりキャストとして演じながらもハラハラドキドキとさせてもらってすごく楽しかったです。まだ撮影残ってるということなので素敵な作品が出来上がることを祈っております。皆さんこれからも頑張ってください。はい、バーテン役で出させていただいたんですけど、まあなんですかね、こうセリフとかっていうよりも行動でこう表すっていうのを、なんかこうセリフがなくてもどうしようみたいな考えないといけないっていうのとかをちょっと学ばせていただいて、あの指示もらわないでもこう動けるようにちょっと頑張ってこれからも行こうと思いました。楽しい現場で良かったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。クランクアップした5人、まだ実は撮影が7月4日に残っておりますので、一言ずつ激励を、おじゃあ石破さんが、うわ嬉しい。いやー、小太郎くんのお腹を触れなくなると思う。本当に寂しいです。外れ外れ。あー、残りも最後まで頑張ってやりきってください。はい、ありがとうございます。今まで画面越しに見てたお三方と一緒の現場でお芝居できたのが本当に光栄です。頑張ってください。さっき激励みたいな言葉を使っちゃってしまったんですけど、よく共演されるお二方と今回始めましたの松浦君とすごい本当に楽しい現場やったので、もうマジで心から応援しております。これからも頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。じゃあ、最後に皆さん真ん中で手を合わせてください。あのサッカー選手もちろん池田美香です。はい、ということで映画ここは私の世界の海、必ず各種映画祭で最優秀賞を取るぞ。OK ですか。ナイスアドリブ。はい、ということで泉役、貝原泉役のまゆさんがここでクランクアップです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。5ヶ月ぐらい。そんなそんな多分いってる気する。企画からすればまあでもあれか、序章から考えたら、あ、本当だ。だってあれ去年のプレー、そっか、12月末やん。 うわ、確か。え、じゃあ、真ん中に引く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 。それぐらい長い作品を今無事終えれましたけども、はい、今回泉ちゃんを演じていかがでしたかでしょうか。はい、難しくて楽しかったっていうのが一言ですね。ごめんなさい。見たことでした。まあ、泉を通して今作品を通して見ていただく方に伝えたいことなどあれば。そうですね、やっぱ自分の思い通りにいかないこととか、したくてもできないこととか、一緒にいたい人といれないとか、いろいろあって、もし泉ちゃんみたいに飛び出してしまって、後悔とかがあったとしても、多分だけど未来の自分はありがとうって思うんじゃないかなって思います。そこには素敵な出会いがあっただろうし、
失敗はなかったかなって多分思えるから、まあ、何でもかんでもやってみろみたいな感じではないけど、もし飛び出しちゃってどうしようってなっててもきっと大丈夫だって、私は作品をに関わって思いました。なんかちょっと違うかもしれないけど、意図はこの作品との私が感じたことはそれです。伝わってるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。まゆさんは主演でありながら今作品の制作実行委員会のアシスタントプロデューサーといった地位で、オーディションからもね携わってキャスティングスケジュール管理だったりいろいろと、お疲れ様でございました。ありがとうございました。任せていただいてありがとうございました。で終わったかなと思ったら来週から新しい作品がクランクインします。あれ新しい作品ってなんだろうな。あなたも出るでしょうよ。あれ待ってお願いします。お願いします。ということで忙しいそんなまゆさんですが、今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。おめでとうございます。残りのシーンもあと少し頑張ってください。はい、頑張ります。よーい、はい。はい、はい、ということでなんとなんとこちら勝也と次郎が同時に今作ここ今年の世界住みクランクアップしました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっとあまり大きな声出せないのが辛いですけども、まあはい、まあ、さっきも泉ちゃんのクランクアップコメント取りしまして、7ヶ月約、はい、半年弱の作品になりました、はい、ということで序章から携わっているお二人、勝也から。お、勝也。おでは今作勝也を演じてみて藤浪晃平くんがどう感じたか。はい、そうですね、勝也を演じてみてやっぱり知らないってことの恐怖っていうか、その後に何が待ってるのか分からない状態で物事を進めちゃうっていうのの本当にリスクっていうのをめちゃくちゃ感じたし、あとは本当に一つの言葉で一つの行動でいろんなことが変わるんだなっていう、まあこれは良し悪しありますけど、そういうのをこの作品を通して痛感しました。いや、なんか勝也どうでしたかね、泉ちゃんと勝也と次郎のこの3人の関係性がなんか伝わればって言ったらあれですけど、なんかハートフルだぜって思われたら、幸いです。ありがとうございます。お疲れ様でした。おめでとうございます。ありがとうございます。まああの晃平くんも、まゆさんに続いて今作では制作実行委員会のチーフプロデューサーって立ち位置で、はい、オーディションから、知らんかった。チーフなんすか。チーフ、あ、あ、すごチーフのお偉いさんや。頑張りました。慣れない中、はい、みんなでねこう一緒にオーディションして、はい、素敵な出演者の方々を選抜させていただいて素敵な作品が撮れたかなと思っております。いろいろとご尽力いただきありがとうございました、はい、ありがとうございます。もう本当に学びのなんて言うんでしょう、日に日にその撮影前、はい、撮影前もう全てに学びがあって、めちゃくちゃなんか吸収しようと頑張って、これからもどん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 成長できるっていう伸びしろにちょっと今ワクワクしてます。ありがとうございます。そしてまたあのジロの前に晃平くんも今月来週からクランクイン作品がありますの で、 そ, うです、ね、そちらもよろしくお願いします。クランクインよろしくお願いいたします。どんな作品なんでしょうね。白子い白子い白子いはい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、彼も序章から携わっております、米沢次郎役の、はい、あ、松浦小太郎です。劇団 YMG 松浦小太郎です。お、どっちなんでしょうね今。 ING? まあ YMG ING?
松浦小太郎です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、7ヶ月も同じ役やるっていうのは初めてで、そうなんですよ。僕やっぱ舞台とか、それこそアローペイクス1日作品とかに、まあまあまあ、よく出てるんで、ね、確かに確かに、その短期間でガッてやるっていうのがめっちゃ多いんで、舞台もだいたい 3、4ヶ月ぐらい、そうですね、そうだから7ヶ月も同じ人がずっとここにおるっていうのが初めてやったんで、結構特殊なキャラクターがすごい、そう特殊でありながら、結構あの頃の僕とかを切り離していけば、どの頃や、高校の一番調子乗ってる時の僕を、あー、なるほど、ここの演劇で僕は天才だと思った頃の僕を結構近しくて、それで考えるとだいぶやりやすいというか、肩組め始めましたね。ごめんなさい、肩組むっていう表現が あなたに分かるか分からないですけど、まあ、人によるわな、ね、伝わってくださいねあんまあれやったらカットしてください。多分なんかでツイッターとかでも書いたかなと思うんですけど、僕お父さんがいなくて、ずっと、うんうん、だから二郎くんも両親がいないじゃないですか、うん、でも兄弟も兄弟思えるやつがおる、うん、僕もお父さんいなくて、お母さんもやっぱ働きに行ってるから結構一人でおることが多くて、でもこういうお芝居を通して結構兄弟って思えるぐらい仲いいやつがおる、うんうん、そういうの考えるとこうなんていうかな、愛せるというか、うんうん、この大体の元凶僕なんですけどこんなやつも愛せる、そんな人間味を持ったすごいいいキャラでと思ってます。ん、なんかちょっと上がっちゃってよくわかんないです。伝わってるよ。めっちゃ楽しかったピースまあそしたら、さっき浩平くんがコメントしたときにチラッと小太郎くんのスマホが映って、チラッて見たら待ち受けが唐揚げやったことにちょっと驚いたんですけど、唐揚げだ、揚げました、美味しそう、ああ作ったやつで、はい、うまそう、うまそう、食べたい、じゃあまあまあそんなってことでこんなでまあそうですね、最後にでは本作を通して伝えたいことをお話しください。僕は家族って血じゃないんかなって、うん、のを伝えたいかな、やっぱ家族って生まれた瞬間家族、まあ、家族なんですけど、生きていく中で会話していって交流していって信頼し合って家族っていうのはできるかなと僕はすごく思っているので、うん、やっぱセリフでもありますけど本当の家族になれたんじゃないかなと思ってます。監督ともね、あ、俺とも、はい、あ、ありがとうございます。なんかあんまバイバイはい、浩平くんじゃあ、はい、僕も先ほどその勝也とチーフプロデューサーのコメントでも述べた通り、その今ね家族のことを言ってくれたから、はい、僕からはじゃあその、言葉と行動の責任っていうことを伝えたいですね、うん、一つの行動で一つの言葉でガラッとなんかね状況が悪くなっちゃったりとか良くなるっていうのもあるんですけど、一旦自分の発言だったりとか行動を考えて、あとは行動するんだったらちゃんと目的を持って何のために今自分たちは進んでいるのかっていうのを考えながら、まあ本当になんか考えすぎて慎重になるとかもまだね危ないんですけど、やってみて、さっき泉ちゃん役のねあのまゆさんも言ってた通り、一回やってみる、経験してみるっていうのももちろん大事なんで、そこは本当に臨機応変ではないですけども、でも本当に言葉と行動には責任を持って、歩みたいな、これからの人生と思いました。ありがとうございます。ありがとうございました。まあ、小太郎くんが時間を急いでるかもしれませんけども、はい、どうでしょう、時間の方は。やばいですか。めっちゃダッシュすればギリ。間に合う。32分。何分でしょう。あと15分です。ああ。本気ダッシュでギリです。
だから今僕は小道具とマイクを置いて走れる準備をしています。はい、ということで、ということで、じゃあ、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。